佐賀競馬のレース展望番組「佐賀競馬パッカル情報局」。 第百六十七回一月十二日日曜日レース展望。こんにちは、進行の青木里奈です。そして今回の解説は競馬専門誌日本一の小賀さんです。小賀さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。パッカル情報局令和二年の一回目の放送となります。うんはい、ずいぶん新年から空いてますので。はい、もうね、皆さんからすると、もう、もう、あけましておめでとうございますはいいよという感じもするかもしれませんが。はい、ちょっと一応ね、改めてですけ。けど改めて<応>あ、僕がですか。一緒,一,緒一緒に見て。一緒ですね はい、いきますよ。はい、はい。行きますよ。あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、これでもうバッチリです。なかなかいきがってなかったです。けどそんなもんですね。はい。ぜひあの今年もどうぞ、小川さんよろしくお願いいたします。今年もぐだぐだで。いやいや、も楽しい放送にしていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは、今回の展望レースに参ります。今回の展望レース、こちらです。 1>, 1月12日日曜日注目レースは第7レース岩井月賞 B の4組そしてメインレース第8レース長崎街道なるせ祝特選 C1 の2組ですそれでは解説始まりますまずは注目レース第7レース岩井月賞 B の4組の出走メンバーです 距離ダート1,400メートル、午後4時30分発走、サラブレット系3歳以上、急騰立てとなっています。それでは小賀さんの注目場お願いします。 はい、えー、まずは名将、ただですね、まあ、その代合、a 特別でも構成しているように、えー、まあ向こうの1230という距離では18秒台で走ってくるぐらいの力ですからね、えー、まあこのままの気象を考えても初戦向きなのかなということと、まあ、力だけ考えても、ここはかなり条件がいいので、期待はえ大きいですねそれからワンダー・リアスですね。 まあ前走2着と、まあ、勝ち馬とはです、ね、タイム差なしで交戦していましたけどもねやはりこのまま佐賀コースでは非常に素晴らしい成績残していますからね、えー、まあ相手、ちょっと強くはなっていますけども、えー、引き続きき続期待できそうですねそれからスマイルビオラでーラ、ねまあ、このまま、えー、先ほど話したワンダーリアスとはコンマ3秒差とそう、えー、差のないレースをしていましたんでね展開1つでは十分に逆転するようなそういったチャンスもあるんじゃないでしょうかね。 あとは茂るニンジンですかね、まあ、前々走で、えーまあ、先ほどのスマイルビオーラと、えー、コンマ1秒差と、ほとんど力関係においては差のない競馬をしているんですからね、まあ、これだけちょっと好メンバーが揃ってますんで、評価下げざるを得ないですけども、えー、当,日の当日の気配次第ではでは、ね、評価上げていいかもししれまませんね。ありがとうございました。それでは続きまして、メインレース。 第八レース長崎街道ナルセシ特選 C1 の肉組の出走メンバーです。距離ダート千八百メートル、午後五時五分発走。サラブレット系四歳以上十頭立てとなっています。では小賀さんの注目馬お願いします。はい、えー、僕が挙げるのはクベラですね。まあ、前走外にカシノソルジャーがいてなかなか外に持ち出せずちぐはぐな競馬をしていましたけれどもね。 うんまあ、あの競馬で3着、まあ、勝ち馬と差のない競馬ならです、ねまあ、実走は、えー、期待が持てますしそうです、ねまあ、相手になりそうなビービーボノルとの対決ですけども門別の9月戦ではビ、ねえービーボノルが先着してクベーラが3着ただ、着差を考えると一馬進半なんですよね、えー、決め手ではこのクベーラが上回っていましたので、うんまあ、今回2戦目、えー、ということですけども、えー、逆転するチャンスはあるのかなと。 考えていますあとは BB ボヌールですね、えーまあ、この馬は先ほど、えー、話しましたクベエラとほとんど、えー、力の差もないですし先着もしていますからね、えー、普通に考えれば力だけならこの馬が優位、えー、に立つんでしょうけどもね、うん、そうですね、安定した成績堅実な成績からも、えー、信頼度は高いですから、えー、上位争い期待でき、えー、していいと思います。それからサンライズタキオンですね、うんまあ、この馬も、えー 連続連帯記録を3 a と伸ばしている好調ぶり、まあ、それからこのままフットワークが綺麗なんでね、ねこういった距離条件の方が合うと思います。はい、それからグランシャリオですねん、1400という距離に関してはちょっと距離不足なのかなといった印象もありますしね、ねちょっとともが緩いところを考えると、えー、今回の方が、えー、伸びしろは期待できるのではないかと考えていますありがとうございました。それででではここでお知らせです 1>, 1月12日日曜日第3レース確定後スタンド前中央表彰式場にて真島元徳調教師2000勝達成記念表彰式を実施いたします。 真島調教師は去年12月22日の第七レースにおいて管理するウィルグリード号が一着となり1994年4月16日の初出走以来地方競馬通算1469戦目にして通算2000勝を達成されました佐賀競馬史上2人目の2000勝トレーナーとなった真島調教師へぜひ温かい拍手5000円をお願いいたします そしてお知らせもう一つです。令和2年1月14日火曜日から佐賀競馬場の第一駐車場を閉鎖いたします。第一駐車場は今後駐車場として利用いただくことはできなくなります。第三駐車場及び第二駐車場は引き続きご利用いただけますので、そちらをご利用ください。お客様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ご了解のほどお願いいたします。それでは続いてもう一つのお知らせです。 1>, 1月18日土曜日19日日曜日に道の区の岩手競馬と九州の佐賀競馬の騎手交流戦 2020M&K ジョッキーズカップを開催いたします。今年は岩手競馬から阿部秀俊騎手高橋優利騎手、東文法騎手、失礼いたしました東文法騎手、村上忍騎手の4名が参戦いたします。 岩手競馬と佐賀競馬のトップジョッキーたちによる腕比べにぜひご期待ください。それでは以上佐賀競馬パッカル情報局第百六十七回一月十二日日曜日レース展望でした。佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は一月十八日土曜日十九日日曜日の展望を一月十七日金曜日の夕暮れ時に配信します。それでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょう。さようなら。